脳は、パブロ・ラライン監督による2012年のチリ・フランス・アメリカ合衆国の映画、トニー・マネロ・ポスト・モーテムに続く、ピノチェと独裁政権三部作の完結編で、アントニオ・スカルメタ脚本の舞台、エル・プレベス・キートを原作としている。1988年のチリを舞台とし、ピノチェと独裁政権の是非を問う、国民投票における反対派のキャンペーン活動が描かれている。 2012年5月18日に第65回カンヌ国際映画祭の監督週間で上映され、日本では10月25日に第25回東京国際映画祭のコンペティション部門で上映された。1988年15年間にわたり軍事政権を率いてきたピノチェと将軍は独裁を非難する国際的な圧力を受け政権の信任を問う。 国民投票を実施すると発表した。投票日までの27日間、ピノチェト派、イエスとハンピノチェト派、ノーは1日15分間のテレビ CM を深夜に放送することが認められた。ノを率いるサハ連合のメンバー、ウルティアはフリーの広告マンで長年の友人であるレネにノのための CM を作ってほしいと依頼する。はじめは気乗りしなかったレネだが、 次第に広告マンとしてのプライドを刺激され、本格的に、脳の CM 制作にのめり込んでいく。レネは広告マン仲間のアルベルトやフェルナンドと共に、チリの未来を描いた明るい CM を制作するが、独裁に苦しむ、人々の心情を無視していると、サハ連合のメンバーたちから批判されてしまう。サハ連合のメンバーたちは、最初から国民投票をできレースだと考えており、 ただ独裁を批判するだけの CM を作ろうとしていた。家族が独裁の犠牲になった、フェルナンドもこれに同調するが、レネはあくまでも国民投票に勝利するため、独裁の恐怖ではなく、独裁後の未来を描く CM を作り続ける。そして、国民投票のためのテレビ CM が放送を開始する。イエスの政府幹部たちは負けるはずがないと高をくくり、 従来のテレビ番組で流していたピノチェと賛美するだけの CM しか用意していなかったが、脳の CM を見て焦り始め、レネの上司であるグスマンを CM 制作の責任者に任命し、本格的な CM 作りを始める。グスマンは脳の CM を模倣した形のネガティブキャンペーンを展開し、同時に政権幹部に依頼して脳のメンバーたちを監視させ、 妨害工作を行わせる。しかし、レネの作った明るい CM は、確実に、地理国民の心をつかみ、国内世論は、拮抗状態となる。10月5日、国民投票当日は、国際的な注目が集まる中で実施され、その日のうちに開票が行われる。脳人営は、独自に開票を進めるが、途中で、人営事務所が停電してしまい、さらに事務所の前には、 陸軍と警察の部隊が集結していた。ピノチェトが選挙結果を保護にする気ではないかと騒ぎ出すメンバーたちだったが、国営放送が脳の優勢を伝え始め、次第に陸軍と警察の部隊も撤退を始める。さらに、軍事政権幹部のマテ空軍司令官が国民投票は脳の勝利と断言したことで、ピノチェト政権の敗北が確実となった。 独裁の終焉を祝う脳のメンバーと国民の姿を尻目に、レネは息子のシモンと共に事務所を後にした。元の広告マンに戻ったレネは、グスマンと共に新しいテレビドラマ CM のプレゼンテーションを行っていた。グスマンはレネに敗れた失意に打ちのめされ、レネのプレゼンに力なく賛同するだけだった。2年後、モネダ宮殿で大統領就任式が行われ、 新大統領に選ばれたサハ連合のエイルウィンが退任するピノチェト将軍から大統領検証を受け取り、互いに握手を交わした。2008年に本作の企画が持ち上がり、監督のララインは実際にノに参加していた関係者にインタビューを行ったが、本作の前にララインが制作したギャングワイルドが暴力的な作品だったため、制作に 消極的な反応を受けた。撮影には1980年代当時のカメラやテープを使用している。これは撮影された映像と1980年代のアーカイブ映像の違和感をなくすために使用されており、イエス・の陣営の CM や終盤でレネが制作したテレビドラマ美女と勇者たちの CM など映画全体の30%がアーカイブ映像で構成されている。 主人公、デネ・サーベドラは、実際に、ノーの CM 制作に参加したマヌエル・サルセドとエンリケ・ガルシアの二人をモデルとしており、サルセドとガルシアは、イエスのメンバー役、政権幹部役として、亀を出演している。また、ピノチェとの公認として大統領に就任した、パトリシオ・エイルウィンが、本人役で出演している。ノボックス・オフィス・モジョ、2018年5月11日、 閲覧。レフラー、レベッカ、カンヌ2012、ミヒエル・コンドリエス、ザ・ウィー・アンド・ザイ、ツー・オープン・ディレクターズ・フォートナイト、ザ・ハリウッド・リポーター、2012年4月25日、閲覧。2012セレクション、QUINZAINE-REALISATEURS.com、ディレクターズ・フォートナイト、2012年4月25日、閲覧。 第25回東京国際映画祭コンペティション部門。全15作品を紹介。シネマトゥデー。2013年1月30日閲覧。AB 映画パンフレット P17。ガエルガルシアベルナル主演の社会派。ドラマ、脳が全国公開決定。映画ドットコム。2014年10月4日閲覧。アカデミー賞外国語映画賞ノミネートの ガエル・ガルシア・ベルナル主演の新作、NO. シネマトゲー。2014年10月4日閲覧。AB 映画パンフレット P3。フォード、レベッカ、カンヌ2012、NO. テイクストッププライズアットディレクターズ・フォートナイト。ザ・ハリウッド・リポーター。2012年5月25日、閲覧。オスカーズ、ハリウッド・アンウンセス85スアカデミー・アワード、ナマネシャンズ。 BBC ニュース2013年1月10日閲覧ありがとうございます。